おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。本日から2章後編でございます。2章後編なんですが、どのルートで進もうかということなんですけども、やっぱりね、最初は、その前回も言った通り、もう自分がね、選んできた道、まあ、レコさんが生き延びて、アリスさんが、死んでしまうルートをやっていこうと思っています。レコさん生存ルートですね。で、まあ、どうなるかわかんないけど、できればね、アリスさん生存ルートもやってみたいんだが、まあ、なんかね、2章でこうなるってことは、2章その前編でこうなるってことは、いや、でもシステム的にどうなんかわかんないんだけどさ、2章後編でももしかして分岐するとか思ったりして、それだったらマジでゲーム処理大変すぎんかとは思うんだけど、それだったらマジですごいんだよな。いやー、やってくれそうで、いやー、怖いな。やってくれたら私涙流して喜ぶけどね。ってことで、もう早速ね、やっていこうと思います。ノエルさんお久しぶり。よー、元気か？俺がここまでの話を簡単に振り返ってやるよ。感謝しろよ、なんてめー。オーケー、聞かせてくれ。正座して聞けよ。こいつらは、地動員サラと親友のタズナ嬢、仲良くデスゲームに巻き込まれた間抜けどもだぞ。間抜けって言うな。いや、もう巻き込まれたのは、もう全然なって、間抜けかどうかなんて関係ねえだろ。二人は状況が理解できないまま、最初の試練から始まる多くの試練をクリアして、他の参加者たちと協力して生き残ることを選んだ。でも協力虚しく、高校教師三島和美が死んだ。元教え子の絵心なおは、笑えるぐらいパニックになってさ。そこを自称主婦の佐藤海にそそのかされて、フリーター、日和宗が手に入れたパソコンを奪い取った。パソコンの中には、海が組織と内通していた証拠が隠されてたんだ。結局カイはメインゲームで死んだ。賢者のカードを手にしたばっかりにね。そしてジョーも身代わりのカードを手にして死んだ。ああ、サラは幻影に心を侵され始めたみたいだ。そうだね。セカンドステージはメダルを交換し合うサブゲームだ。途中死んだ三島の人工知能が現れたり、レコそっくりな偽物の人形が現れて大混乱だったな。そんな中、バーガーバーグ九太郎があのパソコンを発見したんだ。デスゲームの核心に迫りつつあったけど、メダルに釣られてソウにパソコンを渡しちゃったんだ。裏切り合いって最高だよな。メダルを集めた九太郎と集めなかったイブシ銀、どっちが死ぬのか楽しみだったけど、結局死んだのはヤブサメアリスだった。俺の嘘に引っかかってな。てめえらは本当にバカだ。殺し合いに情を持ったら傷つくだけだぜ。あ、わからないのは、俺まで殺されたことだ。俺は、父さんに作られた最高傑作のはずだったのに。さて皆様、記憶の整理がつきましたら、再びご招待いたします。メインゲームへ。残り8人。いやー、整えるいっぱい喋ってくれてありがとな。私、君の声当てるの好きだったけど、もう、喋れないんだね。私の中に君は生き続けるよ。ねえ、多数決って知ってる？これ最初のセリフだね。そうくんのシルエットだった、ぬらりひょんくんって呼んでた人ね。来る？あれ？なんだこれ。あ、カイさん。一票。また一票。これ投票の時に出た数字だね。数字っていうかこの表記だね。
え？死ぬなんて聞いてないって？あ、出た！やあ、久しぶりだね。どう？多数決には慣れたかな？こんなになれるわけねえだろ！はい、いえ、うるさいな、うるさいな！怒ってる？まあ、この調子で嫌いな人に投票していこうよ。生き残るために、きっちり殺そう。邪魔する人間はしっかり殺そう。平気平気。君が悪いわけじゃないんだからさ。ブラックソウさんだな。え、これがソウさんの本音ってこと？どういうことなの？え？そうでしょ？日よりソウくん。じゃ、お前誰だ？あれ？ソウさんだと思ってたのに、シルエット的に。あ、こいつは本当にただのヌラリヒョンだったわけだ。ソウさんはちゃんとソウさんなんだ。なんだこれ？それともあれか？心の闇か？ソウさんの。どうなんだ？あれ？ずいぶん顔つきが変わったね。あはは。面白い。せいぜい頑張ってよ。あれ？ソウさんは何にも喋んないんだね。で、ここってあれだね、2階のメインゲームの会場に行くときの、白と黒の部屋があったけど、どっちかだった。左側の部屋。左側の部屋のシュレッダーだよな、これね。これは何？全部剥がして捨てないと。え？うわ、やろう！びっくりした。何？見ないでください。ちょっと、照れちゃうじゃん。やめてよ。なんか血溢れてきたけど、シュレッダーから。シュレッダーって中にこう、え？シュレッダーで資料をすべて処分しないと。沸騰しいな。あれ？あ、移動できるようになった。え？シュレッダーって薄いものを刻むためのもので、こう液体を注ぐものじゃないと思うんですけどね。ちょっと使い方間違ってますよ。え、じゃあ、このね、みんなに見られてんの恥ずかしいからちょっと移動しようか。逃げよう。あ、逃げるになってるんだ。どこに逃げるんだろう。おわー！ あれ？ソウさんが逃げて、その先にソウさんがいる。どういうことじゃ？大事なパソコンだ。これは、思い出した。一階で見つけたカイさんのパソコンだ。うん。あれなくなった。消えた。奪われたんだ。あの時、ナオさんに。うん、そうだね。あ、ちょっと待って、ちょっと、なんか血出てない？あ、あ、死んじゃった！ソウさん？ソウさん？あら！本当に死んでんの？これ。僕が死んでいる。あ、この、ナオさんに殴られた時に、ソウさん、その、心優しいソウさんはもう死んでしまったってことなのかな？人格交代？何？人格二人いる？ソウさん。そっか。ナオさんに殴られたあの時、残っていたものも、すべて。ん？残っていたものもすべて。どういうこと？あ、でもこの本棚は調べられない。パソコンは奪われた。あー、また逃げるのか、じゃあ。はい。あれ？うわー、なに腕出てきたわ。え？なこれ？このなんか、横長の、鉄の塊みたいなやつ。これは？あ、フライパン！はいはいはい。これ、カイさんが持ってたフライパンか。フライパンを手に入れた。うわーい！どうしいな。死人に口なし。でしょ？カイさん。あとは、今ここは調べられないか？また逃げるしかないのか。どこまで逃げるんだい、ソウさん。逃げても意味ないんじゃないか？どこまで逃げる？誰よ？逃げる？僕が？誰からも必要とされない君が、なぜ生きる？僕には、君を正義と疑わないみんなに呆れるよ。あー、これサラちゃんか？相手。もう十分だろう。そうだね。私が殺してあげる。え？やっぱりそれが、
君の本性か。あ、ピロリン。いや、被害妄想だと思うぞ。サラちゃんそんなこと言わないって。え？君が死ね。そう。サラ！夢でしょ、これ絶対、ソウさんの。夢落ち、夢落ち。ソウさん！誰だ？あ、カンナちゃんか。目を覚ましてください。カンナ。ここは、僕の部屋か。突然、びっくりさせないで。あれ、カンナちゃんのその表情知らないぞ。なんかちょっと焦った感じの、でも目にハイライトはちゃんとある。もう、カンナには、ソウさんしか、いないんです。そういうことか。あれか、二章前編で確かに、パソコンね、パソコンと引き換えにそのスマホを手に入れるために、カンナちゃんもソウさんに協力しちゃったからね。だから、もうサラちゃんとは仲良くできないって思ってるってことなのかな？急に倒れるなんて、やめてください。そうだね。ごめん。ごめん。ごめん。安心しなよ。君が従順な限り、生き残る術は教えてあげる。やばい！奴隷にしてる！可憐な、か弱い女子中学生のことを、成人男性、フリーターが、奴隷にしてる！最低！カンナ。僕を裏切るなよ。はい。ああ！危ないよ！やばい関係になってるよ！それじゃあ、作戦会議を始めようか。え？あ、そうだよね！九太郎さんも一緒に、裏切っちゃったもんね。パソコン、あげちゃったもんね。ソウさんにね。九太郎さんも、ね。楽しくなってきたよ。君が死ね。多数決デスゲーム。ねえ。これは誰？あ！アリスさん。か？いや、違うか。楽器って楽しい？合ってるわー！ちょっと待っ、仲良かったんじゃないの？子供の頃。いや、レコちゃんの髪型すごいな、子供の頃の寝癖爆発か？なんだ？兄貴も興味あんのか？レコを見てるとね、弾きたくなるの。あれなんだ。やっぱり素がお姉なんだな。兄貴どんくさいからな。無理じゃん。ひどい。怒んなって。いいよ。俺が教えてやる。ほんと？飽きたらぶっ飛ばすからな。飽きるわけないわよ。ねえ、レコ。なんだよ。いつか一緒にバンド組んでデビューしよっか。マジ？私が歌を作ってレコが歌うの素敵でしょ。いいぜ。忘れんなよ、兄貴。絶対に忘れんなよ。ここで現実に戻ってくんの辛すぎんだろ。レコさんはもう動かないアリスさんをずっと見つめている。後ろに私がいることにも気づかずに。バカな。
また約束破りやがって。いや、破ったのは私か。てめえなんかに何がわかるんだって。お前と向かい合わなくなっちまってた。間違ってたのは私なのか。口を聞かなくなっちまったのも、お前が殺人なんかしたのも、全部私が悪かったよ。全部悪かったから。生き返ってくれよ。くそ、くそ。何度も許してやるチャンスはあったのに。なんて声をかけたら。今は、いやー、今は放っておくしかないんじゃないかなっていうか、十分に向かい合わせないとっては思うんだけど、どうしたらいいんだろうね、こういう時って。目の前で、実の兄が殺されて、いや、わかんないよ。わからんでしょ。これ声かけれないだろう。これで100点満点の答え返せたら、人生何周目だよって感じだと思う。レコちゃん。お前ら。その、お気持ちは、わかります。でも、もうすぐ、メインゲームが。ほっといてくれ！集まれって言われてんだろ。そんなの分かってる。けど今誘拐犯の奴らの顔見たら、私はきっとこの手で。ダメです、そんなの。レコちゃんまで。だから今は一人にさせてくれ。なお、わかりました。ナオさん、どうしたら。ナオを呼び戻す。意地でもレコを連れていく。そっとしておく。そっとしておきたいけどさ、でもこれでレコちゃんが間に合わなくて、それですぐにレコさんが死んでしまったら、アリスさんも報われないし、みんな命がけで戦ったこのサブゲームが無駄になってしまうと思うから、気持ちはすごくわかるけど、私だったら意地でも連れてくかも。ここで一人にしたら、レコさんまで心が、待て、ナオ。あ、はい。やっぱり、少しだけでいい。隣に、いてくれよ。レコちゃん。あの、サラちゃん。はい。ここは、私に任せてください。サラちゃんみたく、みんなの支えにはなれませんが、今のレコちゃんの支えには、なれると思うんです。わかりました。うん。今はナオちゃんに任せよう。頼んだよ。すぐに行きます。きっとレコちゃんは立ち直るから。いい笑顔だ。ナオさんに託そう。私は医務室。はあ、
ーい。いやー、ここから始まるのつれーなー。2章後編ここからで急にもういきなりメインゲームが始まるってことだよね。いやー、きっついなー。これレコちゃんどうなっちゃうんだろう。だってさ、サラちゃんだってまだ多分幻影には悩まされるわけだし、刑事さんだって、刑事さん、おまわりさん見たくなっちゃダメだよって、幻影にね、悩まされてたじゃない。レコちゃんも、もしかしたらってなっちゃうよね。いや、心配だけど、ここはなおちゃんに任せるしかないから、じゃあちょっとこの辺調べてから行きますか。じゃあ、まずノエルの頭からかな。トドノエルの頭部が転がっている。彼も偽物のレコさんと同じように人形だった。髪にはジョーのヘアピンがついたままだ。いや、もう取り返そう。返せ。あー、同じこと言った。返せ。これはジョーの、ジョーのヘアピンを手に入れた。よし、もうノエルは喋らないね。トドノエルの胴体が横たわっている。ノエルのせいでレコさんも、偽物のレコさんも。うん。だって今回さ、レコさんがね、こう嘘の間に取り残されてっていうのまではわかるんだけど、その、アリスさんが死んだのはさ、絶対ノエルのせいだからね。サブゲームは全員生き残れるって話だったもん。だから嘘に取り込まれたら死ぬみたいなこと確かに嘘の間で書いてあったんよ。だからそれって、その、このことを意味してたんだなっていうのが、その編集してて分かって、はぁーってなりました。語彙力な。で、じゃあ調べるか。嘘の間の中央には、アリスさんが横たわっている。お腹に大きな穴が開いている。うん。私は、レコさん。で、ナオちゃんは調べられない。じゃあちょっとセーブしましょうかね。はい。じゃあ移動しますかね。長い階段。うん。ん？なんか持ってんだ。あー、はいはいはい。デスゲーム参加者の名前が書かれた紙、16名分の名前しか書かれていない。なるほど。これ持ったままってことは、なんか使うんだろうね、2章後編でね。自動販売機、まあ、ロビー行きますか。誰かいるかな。医務室に行こう。みんなが待ってるはずだ。そうだよね、あれだ、銀くんの治療をしてるはずだ。行こう。銀くんと九太郎さん、あれ九太郎さんは、ここか、あれか。九太郎さんはこのルートでは毒は打たれてないか。あ、みんないる。銀くん、あー、刑事さんが銀くんの頭をなでなでしています。よかったね。いやー、話しかけるか、銀くんに。サラ姉ちゃん！銀、もう動けるのか？はい、すっかり良くなったわ。もう毒なんて怖くないにゃん。刑事の持ってきた解毒薬がバッチリ効いたみたいじゃ。妙な後遺症もなさそうだしな。いや、よかった。おまわりさんのファインプレイだったね。いや、本当にありがとう、刑事さん。よく覚えてたね。なんだっけ、なんとかサソリの、あ、毒だっけ？本当にギリギリだった。刑事さんが薬を見つけてなければ、銀ももしかしたら。刑事さん、ありがとうございます。よく薬の場所が分かりましたね。ああ、よく薬の場所が分かりましたね。確かにね。あれか、銀くんの怪我治療してた時にでも見つけたんかね。3日もここにいるからね。事前に色々探索した甲斐があったよ。そう、ですよね。バカ、なぜ私は疑うようなことを言うんだ。え？あれ、私疑うつもりで言ったわけじゃないんだけど、ただ単純な疑問のつもりで言ったんだけど、ごめんね、刑事さん、違うんだよ。疑ったんじゃないんだよ。よく見つけたね。すごいすごいって言いたかったの。よしよし、偉い偉いって。ごめんな。サラちゃん、怖い顔しちゃダメだよ。おまわりさんたちは、ここへ来るまでに多くの仲間を失った。アリスも、一見危ない人ではあったけど、悪人ではなかったと思う。でもね、サラちゃん。救えた命は、確かにここにあるよ。そうでしょ？
救いだ。銀の笑顔が私たちみんなの救いになっている。この子まで失っていたら私たちはきっと。銀くん、よかったです。すっかり元気になって。なお姉ちゃん。あ、レコさんの表情が死んだ。感情も多分死んでるな、これ。どういう感情なんだ、今。大丈夫か？あ、レコ姉ちゃん？よかった、銀。レコさんは銀を優しく撫でた。うん。レコ姉ちゃん、僕。何泣いてんだよ。男の子だろ。ごめんよ。僕、何もできなくて。アリスさんが。銀が謝ることなんて何もねえよ。でも怖い思いさせたな、銀。ピンチの時に本物の私がそばにいてやれなくてごめんな。皆様、お揃いですね。邪魔すんな！今めちゃくちゃいいとこだったのかよ！メインゲームなんて二度と開催されてほしくないんだって、もう。二度とつらみせんじゃんねえ、ガンギマリ受付人形くん。これより、二度目のメインゲーム、その説明を行います。いぶし銀様、体調の方はいかがでしょうか？カニヒゲジジイ！カニヒゲジジイ！お、確かに！へんてこなヒゲしてんなと思ったけど、てか BGM めちゃくちゃかっこいい。あー、いいね、いいネーミングだ。私もこれからカニヒゲジジイって呼ぼうかな。ガンギマリ受付人形くんで長いんだよね。カニヒゲジジイ？こっちがおとなしく説明を聞くとでも思ってるかじゃん！つるばっかつるお前らなんて信用しないわ！こっち来るのにゃ。素晴らしい。は？いや。さすがいぶし銀様、驚くべき回復力、もう健康そのものです。やばい、こいつやっぱり変態かもしれねえ。いや、もうガン決まりどころじゃないかもしれねえ。もう決まりすぎて変態、もう逮捕していいですよこの人。それにカニヒゲジジイ、なんとも愛嬌のある呼び名、光栄です。なんか興奮してる、なんか人間フェチとかなんかな。貴様ふざけとるかよ。素晴らしい、実に素晴らしい。気持ち悪いな。なんと、やはり毒がまだ。嘘じゃないわ。あのさ、説明はいつ？ああ、よかった。助かる、助かる。ちょっともう、あのカニヒゲジジイ止まらなくなってたからよ。ふん。失礼いたしました。では、今回のメインゲームの説明をさせていただきます。といっても、基本的なルールは同じです。カギ番、賢者、身代わり、平民。4つのカードを使った多数決ゲーム。カギ番は選ばれると全滅のキーマン。持つ者の責任は重大ですが、命を守る鎧にもなる。賢者は、鍵盤の所有者がわかる能力者。しかし、所持がバレた時、己を守ることは難しい。それで、あれだね。前回、カイさんは選ばれてしまったわけだからね。身代わりは選ばれなければ死ぬ。唯一敗北が勝利になり、勝利が敗北になるもの。うん。それで前回運悪く、まあ運悪くっていうか意図的にソウ君がね、ジョー君に身代わりを持たせた説が出ていますけども、ジョー君が身代わりを引いてしまい、選ばれずっていうことですね。そして平民、
は何の力も持たざる者。しかし、故に議論を正しい方向へ導く使命がある。しかし今回は紙のカードではなく、データを用います。データ?すでに皆様がお持ちの投票タブレットに、ランダムでカードデータが配られています。あとは、アクセス券だけ。なんでそんな回りくどいことをするんじゃ!鋭いですね。さすがは九太郎様。交換できるのです。今回は。そうだよね。なんかメダルで交換できるみたいな話だったよね。でも今回の、この今、レコちゃん生存ルート、全然メダル集めてないルートだから、交換とかできないんだよな。大丈夫かな?それも強制的にです。カードの交換。ええ、それではお見せしましょう。いでよ、もしもしボックス。なんだろうな、なんか、ネーミングがいちいちちょっと可愛らしいのがムカつくわ。ねえ、ミョロミョロだとかさ、もしもしボックスだとかさ、なんやねん。名前だけ可愛くしても全然な、道具可愛くねえから。床から電話ボックスが。あー、なんかちょっとパロディなのかな。各部屋にあるこのもしもしボックスで申請していただければカードが交換できます。使い方は簡単。メダルを50枚投入して受話器を取るだけです。メダルを50枚ですか?もちろんサブゲーム同様、自分のメダルは使えません。ふざけたルールを。おや、九太郎様は喜ばれるかと思いましたが。ひどいルールだ。メダルを持っていない者は交換する権利すらない。指定した者と1対1の交換ですので、自由に相手を選んでカード交換してください。制限時間はおよそ3時間。全員が寝室に戻った時がスタートの合図です。ああ、そうね。銀くんとかなおちゃんや、確かに、あとね、サラちゃん、レコさんは、サンバカトリオと、まあ、一回も交換しなかったっていうか、メダルを集めなかった人たちだから、交換は絶望的だね。身代わりとか押し付けられたらもう終わりってことだよね。皆様、そんな暗い顔をしてはなりません。勝って生き残るのです。皆様は勝つために生まれたのですから。なんか綺麗事言いやがってよ。お前がそんなデスゲーム主催するからこっちはさ、なんか生き残るか生き残れないかって絶望的な顔してんのによ。そんな綺麗な SE でごまかされると思うなよ。お前が主催者なの分かってんだからな。何を言ってるんだ。あ、でも主催者ってわけじゃないのか。研究者ってだけで、カイさんの親だろうっていう憶測だしね、ただのね。だし、主催者とはまた別な可能性は普通にあんのか。ただ誘拐犯側ってだけで。それでは皆様、5分以内に自室へお戻りください。戻られぬ場合は、お分かりですね。ゲームオーバーで言いてんだろうな。嫌な空気が流れている。互いの顔を見合わせ、様子を伺っている。なんて声をかければ。絶対に脱出しましょう。今は自室に戻りましょう。ここは、強がりでもいいから、みんなを鼓舞するのがいいんじゃない?嫌な空気、払拭した方がいいと思うんだけど。絶対に脱出しましょう。よし。絶対に脱出しましょう。サラちゃん。時間はゼロじゃないです。何か必ず手はあるはずです。軽い言葉に聞こえるかもしれない。だけど、私は諦めない。サラ、よく言ったぜよ。奴らだって、すべてが予定調和じゃねえ。ヒゲがノエルを撃ち抜いたのも、予定外だったはずだろう。え?あら、ていうかあれか、ノエルのことを撃ち抜いたことも、アリスさんが死んだこともみんななんで把握してんだ?ん?サラちゃんがカクカクシカジカって話したのかな?なんだ?俺、変なこと言うだが。いや、確かにその通りだ。ん?あ、そうか。ノエルを撃ち抜いたのは予定外っていうのは確かにその通りだよね。
仲間をいちいちわざわざ撃ち殺すなんて別にね、する必要ないからね。予定外。相手にとっての予定外を探していけば、そこにきっと活路が。うん。じゃあ僕は先に戻るよ。遅刻で殺されたくはないからね。とりあえず行こうか、みんな。そうだね。ってことでね、ちょっとこの辺さ探索して、もしもしボックスが設置されている。メダル50枚で好きな相手とカードが交換できるか。うん。救急箱の中には治療用の道具が並んでいると。他調べられそうにないかな。じゃあここでセーブして今日はね、終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。第2章後編が始まりましたけれども、これ、いきなりメインゲーム始まっちゃうんだなっていうね。もうちょっとなんか猶予あるかと思ってたけど、でも、まあ、そんなね、悠長なこと言ってられないって感じか。じゃあ次回、部屋に戻って、あれか、サラちゃんの役職が何かっていうところから見ていきましょうかね。では、また次回、おつぴよでーす。